質問来てた。のび太はジャイアントスネ夫からどれだけ車両を取れますか。結論、安くて10万円、高かったら1億円を超えるかもしれない。まずジャイアンに殴られた場合、他人から拳で殴られて単行部ができて2週間程度の通院が必要だった場合で、慰謝料は約10万円。次にジャイアンにバットで殴られた場合、他人から軟式バットで頭を殴られて片耳が聞こえなくなった場合で、慰謝料は約4100万円。さらにジャイアンに殴られて後遺症が残った場合、他人から殴られて倒れた衝撃でアスファルトに頭を打ち植物人間状態になった場合で、慰謝料は約1億2600万円。しかも覚えておいてほしいのは、暴行の現場に立ち会っただけのスネ夫にも共同不法行為っていうルールで慰謝料を請求できる場合がある。おいジャイアン、はい、慰謝料の金額聞いたか。はい、おばさんにつけるから。それだけはやめてください。前はじゃあ代わりに後も法律事務所につけるから。それだけは絶対にやめてください。事故や事件で怪我を負った時は無料で使えるアトム法律事務所の慰謝料計算機を使って自分の慰謝料を計算してみて。アトム法律